こんばんは、元男の子のオキカロンです。今日はですね、彼氏と付き合って1ヶ月目の記念日なので、これからこの後2人で仲良くケーキを食べに行きます。で、今日はその様子を皆様にお届けしたいと思うので、ぜひ最後まで見てください。モンブラン1つとショートケーキ1つお願いします。かしこまりました。楽しみだな。ケンジ喜んでくれるかな。ケンジが来るまで先に一人で食べて待ってます。遅いな、寒いのに。こっちは今回私が買ったのはポピーユーハイムさんのケーキです。美味しそう。そう、1ヶ月前なんで、すごいラブラブなんですよ。じゃーん、はあ、どうしようかな。本当は私がショートケーキ食べたいんですよ。でもケンジはイチゴが好きって言ったんで、ケンジに残しておきます。じゃあ食べよっかな。皆さんは初デートってどんな思い出がありますか？私はケンジとの初デートは横浜のみなとみらいだったんですけど、その時まだ付き合ってなくて、なんかお互い、あー、これ好きなんだろうなみたいな感じで山下公園で2人で歩いてたら、なんかいきなり後ろからケンジがハグしてきて、ちょっと俺のこと見つめてほしいって言ってきたので、なんだろうと思って、ケンジはそこで僕と付き合ってくださいって言ってきたの。えーって思うじゃん。ただね、すぐに答え出すのもなんかなーって思って今に至ります。だから1ヶ月記念日と言いつつも、まだ微妙な感じなんですよね。ただ私的にはもう付き合ってもいいかなって思ってます。じゃあ先にいただきますよ。じゃあ私はモンブランかな。ねえ、美味しそう。モンブランいただきます。ねえ、ケンジとの初デートの時に感じたあの甘酸っぱい味に似てる。美味しい。でも私ね、あれなんですよ。付き合った人数、結構少なめなの。だって、4人かな ?4 人ぐらいしか付き合ったことない。ただ男時代に付き合った彼女も合わせると、6人か。男時代に2人と付き合ってんの。彼女と。僕はなんで女の子のこと興味ないんだろうって当時思ってたんですよ。で、だったら、女の子と付き合えば、この、変なモヤモヤの気持ちを耐えれるんじゃないのかなと思って、で頑張って付き合ったけど、やっぱりダメだったんですよね。うん、うん、おいしい。ちょうどケンジまだ辛くなってきちゃった。ケンジ、あれケンジじゃないの？20分も待たせてどうしてんな。またちょっとこれ一口食べたらケンジに連絡してみます。ん、またケンジ、やばい、日が暮れる。ちょっとやばい、ちょっとケンジに連絡します。早く来て。もう暗くなっちゃうよ。せっかく休み合わせて来たのに。ちょっともう勘もいるし。
まあみんなそれぞれ甘酸っぱい体験はありますよね。ちょっと待って、ケンジ、あれ、すいません、間違えました。なんで返信来ないの？もう一回連絡してみよう。ケンジってすごい真面目な人なんですよ。今職場でね、なんだっけな、イトーヨーカ堂の副店長やってるんですよ。でもすごい真面目な人なの。だからこんなことありえないんですよ。ん？ケンジ？でも男の人全員がケンジに見えてきた。ちょっとどうしようどうしよう、もう早々が止まらない。はい、ということで、ケンジにバックルられたので、今日の動画終わります。こんにちは。ありますよ、YouTube。ありがとうございます。どういう感じのあります？野球の動画とか、いいですね、日常系の動画とか、野球やられてたんですか？これやってました。私もやってました。そのスタイルで。いや、いいですね。やっぱり110キロ出せば。はい。110キロ。頑張ります。前102キロだったって。マジっすか。はい。体格からしてもちょっと、細いね。いや、だから今筋トレしてるんですよ。マジっすか。筋トレして、また握力も強くしなきゃな、みたいな。チャンネル登録です。ありがとうございます。私もともと男性なんですよ。マジすごい。届いておくれ。